横浜国立大学は、神奈川県横浜市ほどがやく時は第79番1号に、本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、ワイヌ、横浜国大、横国。横浜国立大学横浜国立大学は、4つの、旧制管理教育機関を母体として、1949年、 新生国立大学として発足した。母体となったのは、横浜経済専門学校、横浜工業専門学校、神奈川市販学校及び、神奈川青年市販学校創立の横浜市販学校が前身横浜市販学校を含めると、1876年以来の140年以上の歴史を有する。学内には、 横浜国立大学工学部の前身、横浜高等工業学校初代校長、鈴木達治の功績を検証した、名教自然の日がそびえ立つ。また、国立大学で経営学部を設置しているのは、本大学と神戸大学のみである。新生大学としての発足以降、学部、大学院ともに整備、改祖が順次行われ、現在は語学部5研究科を要している。 日本を代表する大都市の一つである横浜を基盤と、し、学部増設に力点を置いた、規模拡大路線を取らず、少数精鋭化と大学院教育研究の重点化を進めてきた。近年は、文部科学省から、地域貢献型大学に指定されており、地域のニーズに応える、人材育成、研究を推進すると同時に、国際研究拠点としての環境整備にも力を、 入れている。ワイのユニバーシティアイデンティティでは公式略称を横浜国大とワイの故障として使用できるものとして横国を定めている。しかし、所在地の横浜市周辺では国大という故障も使われている。これは同じく横浜市に存在する横浜市立大学との対比から呼ぶようになったものである。日本の国立大学の中で唯一大学名に 国立の文字が入る。横浜地区では、当初、新生国立大学は名称を横浜大学とする予定で申請したが、旧制横浜市立経済専門学校を呼び、旧制の市立横浜専門学校も、新生大学への改祖にあたって、同じ大学名を申請しており、名称に関しては三者間で協議を行うこととなった。この協議において、各校は、 横浜大学の名を使用しないことで意見の一致を見ることとなり、新生国立大学は横浜国立大学の名称を使用することに決定した。また、横浜市立経済専門学校の更新校は横浜市立大学横浜専門学校の更新校は神奈川大学の名称を使用することとなった。2004年の国立大学法人発足に伴い、 横浜国立大学検証を定めた。そこに盛り込まれたワイヌの基本理念の全文を以下に抜粋する。学部大学院、研究院は研究組織、学府は教育組織である。付属機関、施設21世紀 COE プログラム21世紀 COE プログラムとして2件のプロジェクトが採択された。グローバル COE。 プログラムグローバル COE プログラムとして2件のプロジェクトが採択されている。2019年11月1日時点、大学に団体届を提出している団体は、体育会系、サークル43団体、文化系、サークル57団体の計100団体あり、それ以外のサークルも数多く存在している。相対的に見て、公式テニスのサークルの割合が多い。 また、横浜市立大学や神奈川大学、フェリス女学院大学などの近隣の大学とのインカレサークルも存在する。年2回、時和大キャンパスで大学祭実行委員会によって行われ、5月の終わり頃に開かれるものを、清史良祭、10月の終わり頃に開かれるものを、時和祭と呼ぶ。新療祭は2日間、時和祭りは3日間開催である。 なお、時和祭では、ミスコンテスト及びミスターコンテストが行われている。同窓会、友松会、富岡会、工学部同窓会連合に分かれて、各学部ごとに、同窓会活動が行われている。大学の教育、研究と直接的な関係はないが YouTube で、活動する、在学生、卒業生が多いのが特徴。 建設学科建築学棟、S ガーデン南通用門時和台、キャンパスゴルフ場跡地にキャンパスを建てたため、起伏が激しいが、広大な面積を誇り、自然豊かなキャンパスである。港未来キャンパス、横浜ランドマークタワーの18階に開設された、サテライトキャンパス。MBA 習得の夜間コースを設置している。広範記事。 キャンパス2020年5月1日時点、42カ国、地域、144大学、機関と大学間協定校を結んでいる。2020年5月1日時点、33大学36部局と部局間交流協定を締結している。日本政策金融公庫との女性活躍などについての、業務協力協定で、39社、機関と、 各種分野での協定を結んでいる。ありがとうございます。